皆さんこんにちは、富田和樹です。この度パデル選手としてさらなる高みを目指すためにスペインに行きます。成田空港第一ターミナルに今着きました。車内清掃を行っております。今からターミナル向かいます。ご乗車はしばらくお待ちください。なおご利用になる場合は、はい、乗車券のほかに全席指定のスカイライナー券が必要です。ターミナルの国内線がこっちで国際線こっちか。今、国際線のターミナルに向かってます。結構遠いですね。よし、ですね、ここで、スカイライナー使ったんですけど結構いいっすね。もうゆっくり座れて、指定席でちょっと値段も高いんですけど、スカイライナーがいい絶対乗り心地も最高おすすめします。2つある北と南があるな。どっちだろう。僕はターキッシュ。あ、これだ。これ。だから南ですね。南。今は夜何時だろう。結構遅い。7時14分。全然遅くなかったです。着きました。ということで今4階の出発ロビー、結構上がエレベーター上がりますね。でまだ時間が8、9、10、11、4時間あるんで、ショッピングとかお土産とか、あとまあいろいろな動画撮っていきたいと思います。ターミナルの中に入りました。急遽なんか30分前倒しになっちゃったから、ちょっと忙しくてなんか動画撮る暇なかったんですけど、とりあえず入ったんで、あと2分後から乗り込み開始です。わー、成田空港の中紹介したかったのにやっちまった。まあまあこういうこともあります。まずは、日本の成田から、トルコのイスタンブールで乗り換え8時間あるんで、そこでも動画撮影したいと思います。じゃあ飛行機墜落しないことになります。うひジェニー。Do not move your seat. Just call a member of our cabin crew. It is illegal to smoke on this flight, including electronic cigarettes. It is also strictly prohibited to smoke.空港に着きました。これから乗り換えのところに向かいたいんですけど、こっちかな。そうここの下に向かいたいんだけど、どうやって向かったらいいかわかんないんで、とりあえず人についていきます。めっちゃ長い。あれずっと行くのかな。そう、ここに行きたい。ここに、この下かな多分。今トルコか、トルコの時間は上がりません。でも夜暗い。あ、時計あった。暗くて5時だから、夜の5時か朝の5時、両方とも暗いのありえるなどっちだろう。まあ夜っぽいな。でも雰囲気、あ、でも朝っぽいな。夜の5時だったらあれだ、もっとお店やってるはずだ。朝だ。お、これ乗り換えじゃないかな。イスハタルドメスティックトランサーフェス。パスポート
ディスポートモード必須。わかりません。どこに行けばいいのかわかりません。イスタンブール空港着きました。やばい、めっちゃ広い。トルコイスタンブールでピザ、ピザじゃないの、これ見て、美味しそう。ポテトとジュース。ポテトはね、揚げ物だから買う予定はなかったんですけど、なんかポテトって言われたから、はいって言っちゃいました、日本人。うん、おいしい。ここのメーカーは見たことあるものは試しですね。それなんだろう、マヨネーズ。じゃあこれケチャップ、これケチャップ。今機内に乗り込みました。イスタンブール空港からバレンシアに行ってきます。バイバイ。頑張れ！ファミーゴ！ファミーゴ！学校でファミーゴ！